この動画では Cisco NSO と Cloud Desktop を連携させたデモをご紹介します。まずはじめにルーターの状態です。 Show IP Int Brief をするとインターフェースが3つあることがわかります。ではここで Cloud Desktop に Show IP Int Brief を取って、同じ出力を表形式で表示するように命令してみます。実際コマンドを命令しますと、 Cisco NSO 経由で iOS XR デバイスにアクセスして Show IP インターフェースブリーフの結果を取ってきました。中身を見るとこのように実際に Show コマンドが取得できていることがわかります。その結果を表形式で表示してくれています。次にループバックインターフェース0を IP アドレス 1.1.1.1 から32で設定するためのコンフィグをクロードデスクトップに聞いています。するとこのクロードデスクトップがコンフィグレーションの候補を表示してくれます。ではこちらのコンフィグレーションを実際にデバイスに適用する前に、本当にこのコンフィグレーションで問題ないか NSO を使い一度ドライランをしてみたいと思います。 NSO を使ってコンフィグのドライランをするようにクロードデスクトップに命令をしますと、 NSO MCP を使いドライランを実施しています。こちらの例を見ていただくと分かりますが、はじめ IPv4 アドレスを 1.1.1.1 スラ32形式ですね、スラ32形式で実行すると、NSO を使ったドライランが失敗しています。その出力を受け、クロードデスクトップが 1.1.1.1.255.255.255 ですね。スラ32ではなく、255.255.255.255.255の形式に自動的に変え、Cisco NSO を使ったコンフィグのドライランを実施してくれています。このコンフィグのドライランがうまくいったので、そのままコンフィグを適用するように、クロードデスクトップに命令を出します。クロードデスクトップは Cisco NSO MCP を使いコンフィレーションをコミットしました。表示結果を見てもちゃんとコミットが正常にできていることがわかります。ここでもう一度 Show IP インターフェースブリーフの出力を NSO 経由で取得し表形式で表示しています。正常にコマンドが出力され表形式で出力されました。実際にルーターの方で見てみてもループバックインターフェースが追加されていることがわかります。以上で Cisco NSO MCP を使ったデモを終了します。ご視聴いただきありがとうございました。